こちら板橋駅の裏口です。裏口じゃねえな、板橋駅の近くにこの細い通りがあるんですよね。なんか友人のマッサージ屋さんに行くんで時間がちょっとあるんでちょっとだけ食べてみようかなと。こちらここですね。板橋ではちょっとだけ有名なのかな、牛肉バイと言われています。まあ私は行ったことないですけどね。はい、市の裏路地です。スナックカジノアイスです。今日のレンズはですね、ブランコの棒を利用して懸垂を毎晩毎晩してました。こちらの公園、ラーメンごっこ山小屋ですね。ラーメンごっこですからね、すごいです。あちらも結構、昔は食べさせていただきました。こちらも超有名です。板橋のこの場所にあってお客様がかなりついているというプライベートアイス。今からこちら友人の整体です。今からこちらですね、友人の整体に行かせていきます。今こちらずっと一年あったこの後ろからズンズンくる痛み、神経痛らしいので、ちょっと今日はこちらの友人の整体にお世話になろうと思います。でしゃがむ、顔をまっすぐ、うん、下から上げていく、で吸って吐いて、お尻を下げる、うん、そう、これつらい。じゃそれだけその仙腸関節が硬いっていう。息を大きく吸う、そう。ああ、これ吐いて、うん、最後のその辛さっていうのがやばい、これすっごい決まる、うんうん、ありがとう。超うまい。5です。めっちゃうまい、これ奇数の天ぷら、どれからどれまで、やばい、うなぎみたいな、これ脂子、脂子美味しい、ね、本日の一本チャリティーサンタさん、サバエのオールハンドメイドです。こちらの工場はカルティエやさまざまな、有名どころのメーカーのものを作っている工場で、うちがチャリティーサンタさんとコラボで作ったメガネです。ただちょっとデザイン攻めすぎまして、まあ、このような色はなかなか、売れませんね。